先週のジャパンシーで G1、6連勝となったイクイノックス、オス4歳、美穂、木村哲也厩舎、父北さんブラック、が現役を引退することが11月30日、分かった。馬主であるシルクホースクラブがホームページで発表した。ジャパンシーの地に疲労があり、万全の状態で有馬記念、G1、12月24日、へ向かうことが難しいと判断されたため、今後は北海道の八代台スタリオンステーションで守護馬になる予定。同馬は昨年の天皇賞、秋で G1 を初勝利。その後は有馬記念、今年のドバイシーマクラシック、宝塚記念、天皇賞、秋、ジャパンシーマで G1 を6連勝した。総獲得賞金22億1544万6100円、海外4億5889万100円含む、はアーモンドアイを超える歴代1位に立った。イクイノックス父北さんブラック、母シャトーブランシュ、父キングヘイロー。美穂、木村哲也厩舎所属のオス4歳、北海道安平町のノーザンファームの生産、通算10戦8勝、海外1戦1勝含む。馬主は有限会社シルクレーシング。